はい、こんにちは。新世界チャンネルの平野です。今日はですね、ジオミートというアプリをご紹介したいと思います。ジオミートと言います。これはですね、皆さんご存知のズームありますよね。オンラインのウェブ会議システム、ズームありますけども、私はですね、実際2017年ぐらいですかね、もうズームをずっと使って続けてるんですけども、このズームにもう最強のライバルが現れたというところで、このね、ジオミートっていうのがあります。で、まぁ、ちょっといろんな特徴があるので順番にお話ししていきたいんですけども、このズームとね、そっくりなんですね。もうそっくり。何がそっくりかっていうと、このインターフェースですね、見た目ですね、スマートフォンとかパソコンの画面もそっくりですし、これあのジオミートのダウンロードページを日本語化してるんですけども、まぁ、こんな感じなんですね。で、アプリをダウンロードってなってますけども、じゃあ、片やね、ズームの方を見てみると、こんな感じですね。ズームの感じ。これ似てますよね、雰囲気が。で、文字のですね、内容もかなり似ています。ただ、ズームの方は最近非常にこうアップグレードを頻繁にしていて、セキュリティの問題だとか、使いやすさの問題だとか、軽さの問題だとか、まあ、いろんなところを改善してますので、それに伴ってまたね、ホームページの方も、アップグレードしてるというか、まあ、見やすくなってますけども、ただ実際のですね、使い勝手は相当に似ているという話なんですね。これがまあ、ズームのホームページです。で、ちょっとね、面白いところが、このジオミートというね、こちらのウェブ会議アプリは、基本今はベータ版ということで、オプションとかね、プレミアムプランとかなくて、すべて無料で使えるんですね。まあ、なので、ズームでいうところの、有料課金、月額15ドルぐらい払って、プロプランというかありますけども、そうすると、3人以上のビデオ通話の時間制限がなくなったり、動画の保存をクラウドに保存できたりという機能があります。まあ、さらに追加していくと、ウェビナーっていうね、オンラインでのズームを使ったセミナー、そういったものも、500人とか1000人単位でできるというようなね、オプション料金というのがありますけども、それらがこのジオミートの場合は今のところなしと、もしかしたら今後もなしなんじゃないかなっていうふうに言われてます。で、気になるところはですね、このジオミートどこの会社なのかというところなんですけども、実はインドの会社なんですね。インドの会社。で、インドの会社っていうのはすごく、こういったテクノロジー強いんですね。で、このね、ジオミートに関して、ちょっと詳しく説明してくれているノートの記事があったので、こちらを説明したいと思うんですけども、このですね、ジオミートを開発したジオプラットフォームっていう会社なんですけども、そこがですね、最近話題になったのが、このインド発の AR グラスを開発したっていうニュースがあって、そのね、記事を扱っているものがあったんですね。で、会社はですね、ジオミート、ごめんなさい、アプリはジオミートなんですけども、会社名はジオプラットフォームって言います。で、このジオプラットフォームっていうのは非常にですね、大企業というか、IT 通信系ではインド最大だと思います。で、誰がね、作ってるかって言いますと、ちょっと先進みますけども、石油化学を中心としたインド最大のコングロマリットで、会長でもある、なんとかさん、ムケシュ・アンバシシンですかね、はアリババ創業者のジャック・マーを抜いてアジア一の富豪に選ばれていますっていうぐらい、超お金持ちなんですよね。で、インドは中国に次ぐ13億人を超える大国で、もうすぐね、中国を超えるって言ってますけども、インド工科大学をはじめとする IT 技術に関するレベルの高さは、今さら言うまでもあるの、世界トップレベルなわけですね。その中でも、このジオプラットフォームっていうのは、新規の通信企業にもかかわらず、数年で3億8800万人にサービスを提供し、もう今ね、飛ぶ鳥を落とす勢いでめちゃくちゃ伸びてるわけですね。そしてこのジオプラットフォームに対するね、最大の投資家っていうのは、なんと Facebook なんですね。57億ドル。さらに、ね、Google も提供しています。Google も投資の分野で4790億円を出資しているというところで、今ね、アメリカの企業がこのインドの、このジオプラットフォームに出資して、拡大させようとしている。で、さっきね、言いましたけども、このジオミートってアプリと Zoom がそっくりですよって言いましたけども、このね、Zoom を飲み込むんじゃないかなっていうふうにも言われてるんですね。実はね、Zoom の最大なのか多くのその利用者数の中の4億人近くが、ね、インドのユーザーらしいんですね。そしてインドは、そのズームのを使ってはいけないとか、中国のアプリを使っちゃいけないとかっていうふうに、お達しが出まして、今使えないらしいんですね。そうすると、じゃあ今までね、中国、ごめんなさい、インドで、ズームを使ってた4億人近くのユーザーはどうすればいいんだってところに、このジオミートが、ローンチされたというね。なんかすごくタイミングが良すぎるなと思うんですけども、何か中国資本を追い出して、アメリカ資本がインドに入ってきているという、なんかね、何か裏を感じますよね。そんな背景のある会社なんだっていうことを知っておいてください。はい。ということでね、ここからは実際にこのジオミートをダウンロードして、どんな使い勝手なのかってことをご紹介していきたいと思います。はい。ということでですね、これから早速このジオミートをですね、ダウンロードして使ってみようと思ったんですけども、実際にね、ダウンロードして、インストールをして、立ち上げてやってみたんですけども、
ちょっとこれね、まだレビューできるレベルじゃなかったですね。すいません、なんか期待させてしまって。まあ、何が違うかということをね、ちょっと雑感でお伝えしますけれども、まず機能が非常に Zoom と比べて少ない。例えば、まあ、ビデオの設定だとか、音声マイクの設定だとか、あとはレコーディング機能、録画機能もなかったですね。で、何しろですね、ダウンロードにまず非常に時間がかかって、そして立ち上げにも時間がかかって、そして、実際その、ウェブの、ミーティングを開くまでのですね、道筋、まあ、パスワードだとか、その、URL をクリックしてっていうところも、なんかね、シンプルなんですけど、うまくいかないっていう、なぜかそういうところがありまして、ちょっとこう、不信感というかね、使いにくさをやっぱ非常に感じてしまいました。で、何より、立ち上げた後の動作のこう、もっさり感。同じね、パソコン使ってますけども、ズームの方はかなりサクサク普通に動くんですけども、ジオミートの方は非常に重いですね。うん。でそこら辺を考えると、似たようなアプリとは言ってね、お話ししたんですけども、かなりズームの方が、軽さと機能と、そしてこう分かりやすさと、まあ、そういったところでは、もう2歩3歩先を進んでるんじゃないかなっていう体験がありました。で、このジオミートはですね、非常に今注目されていることは間違いありませんで、まあ、YouTube でですね、こうジオミートって検索しますと、非常にたくさんの情報が出てきます。例えば、ちょっとジオミート検索しますね。ジオミートと。ジオミートよりもジオグラスの方が出てくるかもしれませんけどね。まあ、ジオミート1週間前に、ズームとジオミート比べてみた的な、まあ、海外の、動画がありますね。まあ、こんな感じで結構出てますよね。日本ではもうまだ誰か紹介してる人っていうのはね、多分いないと思いますけども、まあ、こんな感じで結構ニュースになってるわけですよ。ジオミートとズーム比べてみた的なものですね。ただこれは今、私が実際比べてみて、ちょっとですね、使えないなと。まあ、もちろん使う気に今なれないなというレベルだったので、ちょっとね、レビューが早すぎましたね。はい。ということで、まあ、今後ですね、またこのジオミートが使いやすくなってきて、何か進展がありましたら、また動画にしたいと思います。ちょっとね、今日は残念な感じになりましたけども、また進捗を楽しみにしていてください。それではよろしくお願いします。